アドリアン・ジャウジは、ブラジルのレスリングフリースタイル選手、プロレスラー。レバノンベールート出身のレバノン系ブラジル人。WWE に所属。兄のアントワン・ジャウジは、総合格闘家。幼少時代より兄であるアントワン・ジャウジと共に、レスリングに打ち込む。フリースタイル 84kg 級を、主戦場として活動する。2003年9月12日。 アメリカ・ニューヨーク州にて行われたレスリング世界選手権に出場2005年4月27日グアテマラ・グアテマラシティにて行われたパンアメリカン選手権に出場2006年9月27日中国・広州にて行われたレスリング世界選手権に出場2007年5月18日エルサルバドル・サンサルバドルにて行われたパンアメリカン選手権に出場 9月17日、アゼルバイジャンバクーにて行われたレスリング世界選手権でグレコローマンスタイル 84kg 級に出場。同月19日、レスリング世界選手権でフリースタイル 84kg 級に出場。2008年2月28日、アメリカコロラド州コロラドスプリングスにて行われたパンアメリカン選手権に出場。3位に入賞。 4月18日、スイスバレー州マルティニーにて行われた北京オリンピック選考会に出場。続く5月3日、ポーランドワルシャーで行われたオリンピック選考会に出場するが結果を出せず、本戦に出場できなかった。2009年4月22日、ベネズエラマラカイボにて行われたパンアメリカン選手権に出場。9月21日、デンマークヘアニングにて行われた レスリング世界選手権に出場。2011年5月6日、コロンビアリオネグロにて行われたパンアメリカン選手権に出場。9月16日、トルコイスタンブールにて行われたレスリング世界選手権に出場。2012年2月3日、ブルガリアソフィアにて行われたダン・コロフニコラ・ペトロフ国際大会に出場。2位に輝く。3月23日、 アメリカフロリダ州キシメイにて行われたロンドンオリンピック選考会に出場。3位という結果を残すが、続く4月27日と5月4日に行われた選考会で結果を出せず、本戦に出場できなかった。11月30日、ブラジルリオデジャネイロにて行われたコッパブラジルに出場。2位に輝く。2013年7月15日、 チリサンティアゴでチレにて行われた南米選手権に出場。2位に輝く。9月16日、ハンガリー・ブダペストにて行われたレスリング世界選手権に出場。2014年よりフリースタイルでの階級を 86kg へと変更。2月11日、キューバ・ハバナにて行われたグランマカップに出場。3月8日、 チリサンティアゴでチレにて行われたサウスアメリカンゲームスに出場。3位に入賞。7月15日、メキシコメキシコシティにて行われたパンアメリカン選手権に出場。9月8日、ウズベキスタンタシュケントにて行われたレスリング世界選手権に出場。2015年4月26日、チリサンティアゴでチレにて行われた パンアメリカン選手権に出場。9月10日、アメリカネバダ州ラスベガスにて行われたレスリング世界選手権に出場。2016年5月6日、トルコイスタンブールにて行われたリオデジャネイロオリンピック選考会に結果を出せず、本戦に出場できなかった。NXT2015 年10月、アメリカのメジャープロレス団体である w WE と、 ディベロップメント契約を交わし入団。トレーニング施設である WWE パフォーマンスセンターにて、プロレスの基礎を学ぶ。2016年7月8日、参加団体である NXT の NXT ライブにて、プロレスラーデビューを果たす。ニコ・ボゴイエビッチと組んで、オーサーズ・オブ・ペインと対戦するが敗戦した。8月13日、NXT ライブにて、ティノ・サバテリと対戦。 試合が開始する前より、リング上で、マイクアピールを行うサバテギに対して、ゴングが鳴ると同時に丸め込み3カウントを奪い、プロレスラーとしてのキャリア初勝利を飾った。2018年10月28日、エボルブ・エボルブ114に参戦。セザル・ボノーニをセコンドに引いて、ジョー・ゲイシーと対戦。最後にゲイシーから、パワーボムを仕掛けられようとしたところを回避すると、 ジャンピング2位からラウンドキックへと繋げて勝利した。コンビネーションは秋払へのパンチと腹部へのパンチの後、2ーリフトで相手が尻餅をついたところに、側転からのシングルレッグ、ドロップキックを決める。ありがとうございます。